Assalamualaikum and hello guys. Jadi baru-baru ni, aku ada buat satu video dengan kawan Jepun aku. Kita orang buat video ni untuk jawab beberapa persoalan orang tanya dekat Twitter berkenaan dengan pandangan orang Jepun pasal Malaysia. Tapi sebab kita orang buat video kali ni tepi jalan dekat depan Tokyo Eki, jadi ada sikitlah gangguan bunyi kereta dan suara aku pun macam tak berapa jelas sangat. Aku minta maaf lah pasal tu. Sebab video kali ni agak panjang, terbuang masa lagi, marilah kita tengok video tu. Let's go. Assalamualaikum and hello guys. Assalamualaikum. リジョンです。ユナです。早速ですけど、ユナはね、マレーシアに留学したことがある。そうです。だから、この間はね、私はツイッターで発信したんですけど、うん、マレーシアに留学したことがある日本人に聞きたいこと、うん、結構いろんな質問が出てきたんですけど、うん、今日ユナに答えていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。その前にちょっとだけ、自己紹介というか、まあ、名前はユナも言ったんですけど、マレーシアのどの大学に留学したんですか？マレーシアのMSU マネジメント&サイエンスユニバーシティ、はい、5ヶ月間留学しました。やばい。マレーシアの、マネジメント&サイエンスユニバーシティっていうところに5ヶ月間留学しました。今は日本の大学4年生です。はい、じゃあ質問をしましょう。はい、最初の質問はね、マレーシアの最初の印象。マレーシアの最初の印象、マレーシアに来て最初の印象。最初飛行機から降りた時はめっちゃ暑かった。暑かったけどジメジメした暑さじゃなかったんだよね。なんか耐えられる暑さ、ただ日に焼けるのは嫌だった。毎日晴れてたし、だから、はい、そうね、毎日長袖着てたね、はい、暑かったけど。じゃあ次の質問。はい、はい、マレーシア人のいいところと悪いところ。どこからだっけ。そう、いいところ。いいところはフレンドリーなところ。今はフレンドリーじゃなかったよ。そう、フレンドリーじゃなかったよ。最初。あ、そう。怖かったし。え、覚えてる最初。どこだっけ。車の中。ああ、まあ、あらと一緒に。で、こんにちはって言ったの、ゆうな。したら、こんにちはって、こっちも向かないで、そっち向いて、こんにちは。ええと思って。ごめん、忘れちゃった。あ、この子はフレンドリーじゃないんだと。そう。フレンドリーでしょ。今はね。あ、それはね、まあまあまあ、フレンドリーじゃなかったよ。まあでもマレーシア人は本当にフレンドリーでね、最初来た時もみんな話しかけてきてくれて、全然人見知りとかもなかった。じゃあ悪いところは何ですか。悪いところは授業の時間きっちりに行っても授業が始まらない。30分後にスタートみたいな。なるほど。うん、まあ、私はマレーシアの大学に入ったことないから、あ、そっか、あまり知らないんだけど。そうか。ああ、マレーシアの、大好きな食べ物。それは私はもう知ってるけど。チェンドルが好きです。あ、インスタグラムもみんなチェンドルですよね。そう。検索してね、ここ。検索してください。チェンドルがめっちゃ好きよね。チェンドル好き。ドリアンの最初の印象。ドリアン食べたことあるんですか。食べたことあるよ。ある、うん、じゃあとね、ドリアンはテレビでも紹介されてたから、日本の臭いっていうことは知ってた。臭い、臭い、臭くない。臭いって言ってたよ。で、食べたら臭かった。臭かった。いや、美味しいでしょ。美味しくなかった。美味しいでしょ。本当に美味しくなかった。めっちゃ美味しいだと思う。それは高いドリアンでしょ。いや、ドリアンといえば全部美味しいだと思う。美味しい。うん、うん、合わないわ。じゃあ最初の印象は臭い。臭い、食べた後も臭い。わかりました、うん、マレーシア人はね、アニメが好きな人が多いから。日本人はマレーシアのアニメ知ってるんですか。え、知らないよ。知らないね。アニメというか、例えばウピンピンみたいなアニメーション。ウピンピン、ウピンピン知ってる。知らない。ウピンピンはアニメでもないけど、確かにインドネシアならば超有名だと聞いたんですけど。ウピウピ？ウピンティピン。ああ、でも見たことある、マレーシアで。そう。まあ見たことないけどね、まあ、日本では。あまり好きじゃないマレーシアの文化ある。マレーシアのあまり好きじゃない文化。文化って嫌いとかはないけど、マレーシアって嫌なところはトイレが嫌だ。実はね、その質問あるよ。あ、本当に。次、アッパ。マレーシアの道路どう思いますか。うーん、怖い。怖い。怖い。怖いです。なんで怖いですか。車間距離、車と車の距離が近すぎる。あ、いつぶつかってもおかしくない。やばい、本当に怖い。じゃあ、なんで私が運転してたのは。すごかった。日本に運転したことないけどね。日本の運転の方が多分簡単だと思うよ。でも逆に私はね、ちょっと日本の道路が狭い。本当に狭いよね。だってマレーシアは結構広いじゃないですか。広いけど。広い。ぐちゃぐちゃしてない？
まあ、ぐちゃぐちゃしてるけど、ね、車でぐちゃぐちゃしてるし。じゃあこの質問は面白いですけど、何、マレーシア人と結婚したくないですかあ、マレーシア人と結婚したくないですか、そうだなじゃあ機会があれば、あ、そう機会があればお願いします。なぜマレーシアを選んだんですか。選んだか、そう、暑いでしょ。暑いよ暑いよ。だからなんでマレーシア選んだのは、マレーシアなんで選んだかっていうと、宗教と観光学を学びたかったから MSU にした、それだけ。了解です、以上、はい。マレーシアの歌は聴いてますか。マレーシアの歌聞いた。うん。何、サツマレーシア、サツマレーシア、サツマレーシア聴いてた。ラグサトゥマレーシア、あれ何の歌なのかよくわかんないけど、いいリズム、いい感じのリズム日本はみんな結構おとなしくて、あまりうるさいことが嫌で、うん、他の人のことも面倒したくなくて、うん、そういう文化、うん、でもマレーシア人は結構、まあ、フレンドリーで、うん、いつも賑やかくて、うん、どっちが好きですか、うん、どっちが好きだとし、どっちかって言われたらマレーシアの方が。まあ別に一つだけ選ばなくてもいいけどね、うん、私ならフレンドリーなところに行きたい時もあって、うん、たまに自分の時間が欲しい時もあるよね。はい、はい。マレーシアで寿司食べたことありますか。ある。ある。じゃあ味は同じ、違う生ものはサーモンしかなくて、うん、サーモンはね同じ。あ、サーモンは同じ、うん、そう、美味しい、美味しかったでけどなんかいろんなものが回ってたな、鶏皮みたいな。あ、そう寿司じゃないやつ回ってた私はもうね、あんまりマレーシアの寿司は食べたことはそんなにないから。本当に、もともと寿司が好きじゃなかった。今は好き。今はまあまあ好き。生は無理だけど、やっぱり。あ、そうなの。じゃあ今度食べに行こう。いやえ、食べに行かないの食べに行くんだけど、生はね挑戦しよう。あ、ちょっとチャレンジしてみる。チャレンジしよう。はい、あまり恥ずかしくて聞きたくないんだけどマレーシアのトイレはどう思いますか。骨でいい骨で言うね。マレーシアすごい好きなんだけど、5ヶ月住んでてトイレだけは本当に無理。あのちっちゃいシャワーついてるでしょ。で、洗うんだよね、あれで、はい、そのままなの。うんね、そうだね。え、びっちゃびちゃのままなの。まあティッシュがないところはそうだね。でしょ、うん、もう信じられない。だからうちはトイレットペーパー絶対リュックの中にワンロール入れてたもん。逆にはね、マレーシア人は日本に来てそのシャワーがないのが無理。紙じゃダメなの。紙じゃダメ、まあ私はもう3年間ぐらい日本に住んでいて、うん、ワシュレットぐらいあればもう大丈夫ですけど、うん、他のマレーシア人はね、多分そのシャワーがなければ無理。本当に。そう。いや、びっちゃびちゃなんだよね、いつも入るときついわ、あれは。まあ、確かにそうですよね。マレーシアで一番綺麗な場所ある。いっぱい綺麗だったけどちょっとあの言えない島の名前。あ、プラオプルヘンティアン。プラオヘレディダン。プラオプラオプルプルヘンクンヘンプラオクラレディダン。プラオプルヘンティアン。プラオフラリンティラン。綺麗だった、すごい。あんな綺麗な海見たことなかったわ。あれはトレンガドゥケティボーイね。ケティボーイ。ケティじゃないんだけど、プラオプルヘンティアンは。あ、そうなの。トレンガドゥ州だけど、ケティは別の、なんだっけ、シーみたい。ああ、そうそう。あ、最後に質問ですけど、マレーシアに行ったとき最低の経験最低の経験、なんだろう。あ、最低の経験、失敗したなっていうのは、断食1日したのね、うん、断食1日して、イフタール、うん、の時にあのアヤムペニャペニャ、アヤペニャ食べたの、うん、次の日を死んだ断食したからさ、お腹に何も入ってないじゃん。だから辛いもの、そこに辛いものいきなり入れたからもう一日動けなかった本当に本当にやばかった。そうだね、一番辛かった体調が、その日が。なるほどです。みんなはね、日本人の友達が断食すれば辛いものを、うん、食べさせないので、そう、ダメだよダメだよまあ以上で質問が終わりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ Until next time、May peace be upon you. May peace be upon you. Bye bye. Bye bye.
Jadi tu je lah video untuk kali ni. Apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang nak lagi aku buat video dengan kawan Jepun aku tu, jangan lupa tinggalkan komen tentang topik-topik menarik yang kita orang boleh buat lagi lepas ni. Kalau ada topik yang sesuai, mungkin aku boleh ajak kawan Jepun aku tu untuk buat video lain pula lepas ni. So that's all for today. Thank you for watching. Until next time, may peace be upon you.